大阪大学2019年の入試問題の続きその2を始めます。その2の問題は問い7から問い10までの後半の問題を扱っています。後半の問題はこういう問題です。前回はバネを用いた方法でしたが、今回は緩衝材を使う問題です。読んでみます。もう一つの方法は図3のように平らな緩衝材を小物体の底面に取り付けるものである。この緩衝材は、緩衝材というのは衝撃を緩和するということですね。で、この緩衝材は潰れていく間、小物体に大きさ FR で一定の上向きの力を与え続け、緩衝材の厚みがゼロになる前に小物体は静止した。緩衝材の下端が地面に接した後は、空気抵抗の力をゼロとしなさい。また、緩衝材の質量は無視しなさいということです。問い7、問い8、問い9ですね。そして問い10はこのように、四角の空欄を埋める問題です。選択肢がこのように A から K まであります。で、問い7番ですが、この緩衝材が潰れていく間で成り立つ小物体の運動定式を表してください。 A 加速度ですね、 FR、 そして GM のうち必要なものを用いて表しなさいという問題です。運動方程式というものは F=MA ですね。 ですからこの小物体がここで着地した時に加速度を受けますけれども、この小物体に働いている力は何かというと重力 mg ですね。重力 mg に、それから緩衝材から受ける上向きの力 fr です。ですからこの方向が違いますからマイナスになりますね。下向きが正ですから ma イコール mg マイナス fr と、これが運動方程式になります。これが答えです。問い8番です。緩衝材の下端が地面に接してから小物体が静止するまでにかかる時間 t を表せという問題です。 fr、gm、vf を用いて表しなさいという問題です。こちらの左の図はこの緩衝材の下端が地面に接した瞬間ですね。で、それから潰れていくわけですが、これが潰れてこの小物体が静止した状態です。ですからこの状態ではここが速度がゼロですね。ここの時は瞬間ですから、着地した瞬間は中端速度ですね、 VF ファイナル VF という速度です。で、ここで一定の加速度ですね、上向きの加速度を受けます。まあ、マイナスになるわけですね。プラス加担が加法がプラスですから、この全問の結果ですね、運動方程式で MA これ MG マイナス FR でした。で、この加速度は M で割ると G マイナス M 分の FR です。これ全体はもう負ですね。ですからこの減速していくわけです。 VF という速さでしたが最後はゼロになりますから、で全体としては負です。で、ここでここの終速度ですね、最初の初速度が VF ですから、等加速度運動の式でプラス AT、 A 自身がもう負ですから、こういうふうに表します。で、この T ですね、 T イコール、これをマイナス VF になりますから A 分のマイナス VF だと、 A はここですね、これを持ってきました。で、これで両辺、M 倍すると分母は MG マイナス FR、分子はマイナス MVF です。で、これをマイナス、両方マイナスをかけて、これが逆方向になりますね。これが正になります。で、FR マイナス MG というのはもうこれ正ですね。時間というものは正ですから、負という時間はありませんから、これも正、これも正で正になりますね。ですから答えはこれになります。問い9番の問題です。加速度 A の大きさが 15G、 つまり重力加速度の15倍ということですね。 15G を超えると小物体が壊れるので、加速度の大きさが 15G になるよう、ちょうど 15G になるよう緩衝材の FR を決めたということです。この場合に小物体が静止するまでに緩衝材が厚み L2 だけ潰れたということです。この L2 をG と VF を用いて表しなさいという問題です。この
このチョブッダと観照台が地面に接した瞬間がこちらです。でこれが潰れて、チョブッダの速度がゼロになった時ですね。で L2 だけ、その加速を運動するわけです。その時に等加速度運動ですから一定の力、大きさ FR が上向きですね。ですからこの加速度を A としますと 0G-VF の G が 2AX、X は L2 になりますね。ですから求めるところでこのここでの加速度は今さっき言ったようにこの 15G ですから、しかも上向きですからマイナスになります。ですからマイナス 15G ですからこうなりますね。でこれはマイナス VFG です。でマイナスとマイナスが消えて 30G 分の L2 は 30G 分の VFG になります。これが答えになりますね。でもう一つ別解としては、この一定の大きさの力 FR が上向きですからこの仕事するわけですね。FR×L2 という距離を結局仕事するわけですけれども、その時に最初のここでですね、設置した瞬間はこの小物体の運動エネルギーとこのここを基準としたらこの大きさの位置エネルギーがありますね。ですからこの位置エネルギーと運動エネルギーが全てここの潰れていく間の仕事になるということですね。そういう考え方で力学的エネルギー保存則を使うと、これが設置した瞬間の運動エネルギー、それから位置エネルギーですね、ここを基準とした位置エネルギーです。でそれがどこに転化していくかというと、潰れていく間の上向きの力と距離が L2 ですね。そういうここで消耗するわけです。でこれで L2 を認めるわけですけれども、ここで加速度ですね、加速度がマイナス 15G であるということですね。この運動手式から加速度は G-M の FR でした。でこの A がマイナス 15G になるように FR を決めたというわけです。ですからこれがマイナス 15G ですね、マイナス 16G になります。マイナス M 分の FR で、この干渉剤の FR を決めた FR は何かというと 16MG になるということですね。 16MG の力ということになります。でここへこれを当てはめるわけです。でこれはそのままです。これはここです。でこれは 16MgL2 になります。でこれをこちらへこうしたら 15MgL2 になります。これはそのままですね。で M と M が消えて結局 L2 は 15G と2で 30G になって 30G 分の VF 値になりますね。結局同じ結果が得られます。これが答えですね。次は問い10番です。上の問6、問9で求めた L1、L2 を比較した以下の文章の空欄に最もふさわしいものを下の選択肢 A から K からそれぞれ一つずつ選べ、なお選択肢は複数回使用してよいということです。でこれが選択肢ですね。 A から K まであります。この問題文読んでみます。小物体が壊れないために必要なバネの長さと緩衝材の厚みを比較してみよう。力学的エネルギーの保存則を用いて考える。バネあるいは緩衝材が地面に接した後、小物体はこれらに力を及ぼしながら加工することで仕事をし、最終的に運動エネルギーがゼロになって静止する。バネの場合は反発力によって小物体が再上昇するが、一旦静止するまでのみを考える。小物体が静止するまでに緩衝材がされる仕事の大きさは、小物体が緩衝材に及ぼす力と A の積である。これはもう積ですから縮む長さになりますね。ですから苦ですね。バネでも緩衝材でも小物体が壊れない最大の力の大きさは同じである。緩衝材の場合は一定の力を出すことができる FR ですね。一方バネの場合は力の大きさが変化するためにその平均は B、 最大値ですね、最大値より小さくなります。したがって衝撃を和らげる方法としては、緩衝材 D は緩衝材の方がバネより厚みを薄くできるということですね。これで、バネの場合は L1 はこういう式で表せましたね。緩衝材は先ほどやりました L2 こういうですね。ですから L1 の方が L2 よりもこれは分子が分母が小さいですから大きいわけですね。ですから問い10番の結果はこういうふうに空海となります。これが答えになります。